キャメロン軍はアメリカ合衆国テキサス州の最南端に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は40万6220人であり、2000年の33万5227人から21.2%増加した。軍庁所在地はブラウンズビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。キャメロン軍は1848年に設立され、 軍名は、テキサス革命の軍人で、失敗に終わったミーア遠征に参加したイーウェン、キャメロン大尉にちなんで名付けられた。キャメロン軍はその全体で、ブラウンズビル・ハーリンジェン大都市圏を構成しており、さらに、ブラウンズビル・ハーリンジェン・レーモンドビル広域都市圏に、入っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1276平方マイルで、あり、 このうち陸地906平方マイル、水域は371平方マイルで、水域率は29.03%である。軍の東側はメキシコ湾に面している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2000年のテキサス A&M 大学の研究で、キャメロン軍の住人のうち43%は基本的な識字能力がないことが分かった。 仙台キャメロン郡庁舎、1912年建築、ダンシービルと呼ばれる2006年に改修され、現在は、軍裁判所などを治めるキャメロン郡の教育は、以下の独立教育学区が管轄しているさらに、南テキサス独立教育学区が運営するマグネットスクールに入学することもできる。キャメロン郡では、FM ラジオ局4局を聴取できる。新聞は、ブラウンズビル市の ブラウンズビルヘラルドとハーリンジェン氏のバレーモーニングスターがある。ありがとうございます。